国道339号は、青森県弘前市から、東津軽郡外ヶ浜町に至る一般国道である。階段国道は青森県弘前市から津軽平野を北上して、五所川原市を経由し、津軽半島北端の津軽海峡に至る、延長約 126km の一般国道の路線で、主な通過地は、南津軽郡藤崎町、北津軽郡板柳町、 鶴田町、小所川原市、中泊町大技中里、と道町大技小泊である。津軽半島の中央部を南北に縦断する道路で、半島北部は日本海側に道路が沿っており、脱皮先と小泊を結ぶ区間は通称、パクラインと呼ばれる。東津軽郡外ヶ浜町領域の達比の脱皮岬付近に国道で唯一の階段と歩道で構成された。 車両通行不能区間があり、階段国道の名で特に知られる。流白ラインの区間は、かつては道路らしい道路が通じていなかった交通の難所で、この区間の一部は自衛隊が建設にあたり道路が完成している。協梁道の駅沿線には道の駅が4カ所あり、それぞれに地域の果物や水産物を使ったご当地グルメを提供している。階段国道を 階段の上がり口側から見たところ、階段国道は、東津軽郡外ヶ浜町民間屋良日の両日東大付近から、タッピン漁港付近の間の急峻長崖を結んでいる、国道339号のルートとして指定された362段の階段とそれに続く、歩道区間の通称である。また、国道339号は、国道指定された階段を持つ日本唯一の、 国道でもある。外ヶ浜町循環バスの終点にあたる、タッピ先東大バス停近くに大きな案内標識があり、そこから階段国道を下がりきると、タッピ漁港バス停のすぐ近くに出ることになる。階段であるため、自動車やバイクなど車両は通行することはできず、歩行者専用の通行路となっている。階段が国道に指定された経緯は、未だ明確にされておらず、 諸説ある。ッピ先の丘の上からッピ漁港へと下る区間について、かつては尊道の階段であった。これが後に県道に昇格している。さらに国道339号が国道指定された際に役人が現地を見ずに地図上のみで国道に指定したとする俗説もなされているが、この部分が階段であることは地元住民や当時の建設省も、 現地の状況を把握した上で、国道に指定されたという見方もされている。最も有力とされるものとして、青函トンネル工事のためのバイパス道路を建設する計画があり、道路整備のため階段と知りながら、暫定的に国道に指定されたとする説などが言われている。また国土交通省や青森県によれば、国道指定当初は階段ではなく狭い坂道になっていて、 周辺の小中学校への通学路として青森県が階段に整備したものとホームページ上で説明されており名物として残すために地元の声によって階段が整備されたのは国道指定の20年近く後のことであるこの路線が県道から国道339号へ昇格する時にあらかじめ階段部分を国道に暫定的に指定して車道を整備して 地域の重要な交通路として改良する計画であったこの階段区間の上下を結ぶ迂回可能な自動車交通路がその後に建設されており、それを国道に指定し直そうとする案も出されたところ、すでに全国で唯一の階段国道がマスメディアに取り上げられて反響を呼び、多くの人が訪れて有名になっていたので、地元からはこの方が 観光名所になるからという胸の意見も出て、あえて道路の国道指定変更を中止させたという逸話がある。結局、観光資源として、階段を残して地域振興に役立てようという結論に至り、休憩者であるがゆえに車道を整備することは困難とされた階段区間は国道として迂回する、車道整備を行うことが取りやめられる運びとなり、代わりに、 全国的にも珍しい階段の国道として、手すりをつけるなどの観光整備を行うきっかけとなった。その後、テレビや新聞などのマスコミに紹介されたことから、津軽の観光名所として人気を集めている。実際に、外ヶ浜町にとっては最も観光入り込み客数の多い地点となっており、2013年には18万4875人が訪れている。 青森県外ヶ浜町民間焼き落ち付近全長は388.2メートル、段数は362段で、標高差が約70メートルある。平らない雫児の階段は、手すりも用意されており、歩きやすく、幅が確保されて整備されているが、勾配は急であり、直線的でない。途中で休憩するための施設として、ベンチが設置されている。 風の強い漁費の海からの風を遮る設備はない。階段脇には自転車を乗せることが可能なスロープが設置されている。津軽海峡と漁港を見下ろす位置にあり、階段の両脇にはアジサイが植えられていて、夏季の開花シーズンは階段国道を彩る。階段国道の上の近くには駐車場があり、タッピ灯台に続く階段長道も存在する。 階段を下り切った先に続く歩道は、タッピ漁港に続く幅1メートル内外の赤レンガ舗装の路地で、階段国道の一部となっている。国道部分は、かつて民家の軒先をかすめるように細く折れ曲がって、入り組んでいたが、路地脇の民家は火災によって消失してしまい2018年時点では、周辺に空き地が広がっている。かつては通行人が、 ようやくすれ違えるほどの道幅が狭い路地であり、非公式であるが、日本一狭い国道とも言われている。漁港に向かって路地を抜けたところで、2車線の道路に突き当たる。広崎市から13個まで、津軽平野を走る平坦な道路で、13個以北から日本海の海岸沿いの道路になる。広崎側の津軽平野の道は、広大な田園風景が続いていて、 平野部の北端に位置する13個の北側から海岸線が現れる。パクラインと呼ばれるエリアは日本海沿岸を走り抜ける東北地方屈指の長望に優れた道路で知られている。小泊周辺の海岸線はゴロゴロ転がる大きな岩石に荒波が打ち寄せる海岸風景を望む道である。小泊から 5km ほどで連続するヘアピンカーブを登り、 日本海を下に望む山岳道路へと変化し、尾根沿いに進んで脱皮先に到達する。パクラインの途中にある戸部寛大へは、つづら折りの峠道で、戸部寛大からの眺望は、日本海から北海道方面に向けて津軽海峡に突き出す脱皮先の風景を展望できる。山並みに風力発電の風車が立ち、天候に恵まれれば津軽海峡越しに、 北海道最南端の白紙岬を遠望することもできる。ありがとうございます。